くぞ。材料として使えるんだ。この辺は SAO の時と同じみたい。うんうん、なるほど。いや、3人揃って何をして。今ね、みんなで料理スキルを上げていたの。せっかく新しいゲームを始めたから、いろんなスキルを試してみたいんだ。さらに素材をそのまま売り払うより、料理にしてから売った方が高値が、出来によって売り値も変わるから、意外と夢中になったりね。上達の結果がはっきり分かるとは、スキルの上げがいもありそうだな。それじゃあさ、一緒に料理スキル上げてみない？俺は作るより。だったらなおさら、自分で作れるようになった方が美味しいものが食べられるよ。違う違う、料理を作るのはアスナの役目って決まっちゃあ。熱々だね。あー、死のない。まあそんなわけで、でも食材を取ってくるのは得意分野だぜ。時々とてもじゃないけど食べられないおぞましいものを持ってくるけどね。一度食ってみろって。すごくうまいのに。この世界にもスカベンジ凍土がいるって。慎んでお断りします。そうだ、どうせなら食材探しからみんなでやって。面白そうね。アスナがどんな場所で食材を集めているのか。これでアスナのこだわりの味をマスターできるね。ということで、食材集めが得意分野の人にも協力をお願いしちゃおうか。もちろん構わないよ。味見させてくれるならでしょ。その通りです。それじゃあ食材、美味しいもの作れるように頑張っちゃうもんね。じゃあ準備ができたら向かいましょう。はい、この辺りが食材探しの一押しスポットです。スパイス的な役割をするアイテムも手に入るし、もう少し奥に行くと湖があって、他にもキノコや果実も取れそうね。経験値稼ぎに適した場所ならよく探すけど、食材を集めるのに適した場所って気にかけたことなかったな。俺もだ。攻略ついでで手に入るモンスター食材が大半だからな。それでアスナが引くようなゲテモノをいつも持って帰ってくるわけね。
美味しい料理を作ってもらうならちゃんと美味しい食材を持って帰らないと。割といけるんだけどな。カエルの足とかトカゲの尻尾とかなんかよくわからない触手とか持ってこられても困るんだから。君は味の前にまずは元が何なのかをしっかり吟味してください。肝に銘じておくよ。それじゃあ食材を集めましょうか。うん、これくらいで十分かな。食いしん坊さんの分もちゃんと入ってる？もちろん。美味しい料理をごちそう。ごちそうになります。それじゃあ早速町に戻ってお料理を始めましょうか。あ、向こうで先導してる人がいるよ。ん？俺は。ってわけじゃなくて、俺が一方なんでもかなり腕の立つプレイヤーとして有名みたいだ。この世界では黒の剣士って呼ばれているらしい。黒の？それって SAO の時にあんたにつ…いいの？呼び名を取られちゃって。いいも何も、人のことをどう呼ぶかなんて自分で決めることじゃないからな。普通に名前で呼んでもらえればそれでいいわ。それにしても確かに戦闘は慣れている感じがするわね。体の運びとか自然だし、かなり…アルゴはあいつが戦闘するところを見て普通じゃないって思ったらしい。そんなに？でもなんだろう、強いは強いけどどこか乾いてるというか淡白というか。本気じゃないってことかな。だとしてもあの感じだと本気を出したところで想像の、きっと噂に尾ひれがついたんじゃない？ま、本当のところはどうなのかわからないさ。ただ実際高レベルのモンスターを横取りされたプレイヤーが多く…じゃあやっぱり本気を出したらすごい…追っていったら本当の実力を見ることができるかも。ちょっと…もちろん冗談だって。ダメだよ、今から町に戻ってみんなで料理スキル上げをするんだ。さあ行こう、美味しい料理作っちゃうよ。さてと、この後はどうしようかな。街の中をぶらついてみるか。また更新された場所があるかもしれないし。この辺りは普段全然来ないけど、割とプレ…とはいえショップに並んでいるものは俺たちが利用するところと、わざわざここまで足を運ぶ必要はな…さてと、それじゃあ戻って…ん？あそ…よ、プレミア、ずいぶん珍し…どうしたんだ？私ですか？どうもしていませんが。そうか、なんかぼーっとしていたからさ。プレミア、こんなところまで歩き回っているのか。彼女はクエスト NPC だ。俺たちがフィールドに連れ出さない以上、こうして街を歩くしかないんだよな。なあ、特に用事がないならこれから一緒に社会科見学…社会科見学？前にやったろ、目的を決めずにブラブラすることさ。
くブラブラする。もしかしたら思いがけないものが見つかる。どうだ、行ってみない？わかりました、構いません。よし、それじゃあ出発。足元気をつけてな、デコボコしてるから。プレミアはただでさえ平らなところでも転ぶことがあるんだから。なあ、いえ、別に機嫌は悪くありません。でもこの前インセクトゾーンにうっかり入っちゃっただろ。体中に毛虫が降ってきたことをもしかしたら怒っているの。なんかプレミアの反応が薄。あ、こっちに来てみなよ、ここから始まりの街が見える。俺たちはあそこから歩いてきたんだ。あれだけ大きな街もここからだと小さく見える。それだけこの世界は広く、たくさんの可能性を持っているって。可能性とは？例えばさ、ずっと街の中にいたらこの景色を知ることはできない。森に行けば変わった動物もいるし、道を歩けば誰かに出会うかも。向こうには湖が見えるだろ、泳いだらきっと気持ち。こんな風にこの世界にはまだ俺もプレミアも知らないことがたくさん。これからもみんなと一緒にこの世界でいろんなことを。みんなと経験。あ、ずっと遠くを見つめている。なんだ。向こうに誰かいます。なんだよこいつ。おい、ここは俺たちが借りしてた場所だぞ。お前も借るならパーティーを組むとかしようよ。お前ら周り見てみろ、すげえ可愛い女の子たちだらけじゃねえか。どの子に声かける？俺はあそこのプリテの子にするぜ。何言ってんだ、誰もいないのに。なんだあいつ、陰徳スキルを使っているプレイヤーが周りにいるのか。いや、始まって間もないこのゲームでここまで完璧に姿を消す。あいつには何が見えているんだ。お姉ちゃん可愛すぎ。一緒にテンション上げていこうぜ、いいものあるからさ。遠慮すんなって、俺がいろいろ教えてやるからさ。消えた？何だったんだ？ログアウトしたのか。でもログアウト操作をしている様子もなかったし。何だったんだろうな。わかりません。それでそのプレイヤーは奇妙なことを口走っているのも不気味よね。何かのお芝居の練習なわけないか。状況から考えると強制ログアウトさせられた可能性が高いですね。強制ログアウト？
今の話だけの情報ですと確実性には欠けますが、おそらくそのプレイヤーの症状はデジタルドラッグによるものと。デジタルドラッグ、あれがそうなのか。デジタルドラッグって？映像や音などによって脳内麻薬を分泌させる不正プログラムだよ。それニュースか何かで見たことある。プログラムを使うことで覚醒作用を引き起こすっていうやつよね。はい、そうです。 SAO や ALO、 そしてこのゲームでもプレイ、それによりプレイヤーはあらゆる感覚をこの仮想現実の世界で体感することができるのですが、デジタルドラッグというのはまさにその感覚への信号を利用した不正プログラムなんです。そのプログラムを使用すると視覚や聴覚が直接刺激され、ノルアドレナリンという脳内物質が過剰に分泌されます。すると人によっては感覚が異常なほどに高まり、幻覚や幻聴が発生するんです。まるで現実にある危険な薬物みたいね。それのデジタル版だからデジタルドラッグって言うんでしょ。ニュースではそうしたプログラムを使用する人のことをトランス。常習性もあるらしく、その感覚を求めて何度も使用する人が後。しかもデジタルドラッグとは言っても、使用者は脳内が覚醒状態になる。覚醒したまま現実に戻り、そこで問題を起こすという事件だ。でもそんな危険な不正プログラムがアミスフィアで動いちゃうの？普通は無理だけど、アミスフィアを改造することでできてしまうっていう話なんだ。ファームウェアと呼ばれるアミスフィアを動かすプログラムがあるんだけど、それに手を加えることで不正なプログラムが起動できるようになってしまうらしい。そんな。危険性はどうなのかしら。現在広く使用されているアミスフィアは直接人体に致命傷を与えるような性能ですが、デジタルドラッグの常用は肉体的や精神的な負荷も多いため、危険であることは間違いないです。プレミアと一緒に見かけたっていうおかしなプレイヤーも可能性としては一番高い気がするな。突然のログアウトはアミスフィアのセーフティー機能が働いたか。それって SAO の事件があってからつけられた安全機能だよ。はい、心拍数の上昇や意識の消失などで作動する。今回の場合は脳波の中のアルファ波に異常が見られたため強制ログアウト機能が働いたのでしょう。すぐにログアウトされるならゲームを遊ぶ他の人にそんな支障はないんだろうけど、いい気はしないね。なんていうのかな、僕たちみんなの場所を汚されているような気持ちっていう。同感だよ。不正なプログラムで高揚感を得るためにアミスフィアを使うなんて、やっぱ VR は今までも様々な可能性を示してきたけど、それは一つ間違えば大きな問題を引き起こす可能性もはらんでいる。この先 VR はどうして